JRA は19日、歴代8位の1155勝を挙げた元調教師の伊藤裕二氏が、17日に老衰のため死去したと発表した。85歳だった。1966年に騎手から調教師に転向し、93年のダービー馬ウイニングチケット、G1、2勝の、モテエ、エアグルーヴなど数々のスターホースを育てた名トレーナー。葬儀は親族のみで19日に行われた。記憶にも記録にも残る名トレーナーが天国に旅立った。馬場馬術界で活躍した父、木下義雄の影響を受け、幼い頃から馬に親しみ、高校在学中に騎手見習いとなり、1959年に騎手デビュー、主に障害レースを中心に騎乗した。1966年、29歳の時に義父が急逝、騎手を引退して調教師に転身することになった。調教師陣、生42年で積み上げた勝ち星は JRA 歴代8位の1155勝、JRA 賞、最高勝率調教師のタイトルは7度獲得。7年の引退間際には、ずっと放っての競馬と思って、やってきた。ファンにお返しするには連帯率を上げるのが一番。そしたら、うちの厩舎の馬を買ってもらえる、とファン目線を忘れなかった。常識にとらわれず、様々な新しい調整方法も確立した。当時の追い切り日は木曜が一般的だったが、追い切り後のケアやホロ調整を考慮して水曜追いの方がベターと判断。馬は生き物だし一頭一頭性格もみんな違う。その馬に合った調教をしないといけない。今や主流の水曜追いのパイオニア的存在になった。当たり前になっている東京、中山、小倉などへの直前輸送も試行錯誤の末に貴重なノウハウをマスターした。調教師として挙げた G1、グレード制導入前を含む、は13勝。93年ウイニングチケットで日本ダービーを制した。モテーと呼ばれたエアグルーヴは97年天皇賞。秋を勝ち、同年牝馬としては71年の東名以来26年ぶりとなる年度代表馬に選出。同馬は繁殖牝馬としてアドマイヤグルーヴやルーラーシップの G1 勝ち馬を輩出。近代競馬を支えるケチ幕として受け継がれている。引退後の14年には、昭和58年、59年、62年と年間最多勝利を3回記録するなど優れた実績を残しており、中央競馬の発展に多大な貢献があった、ことを評価され、競馬の殿堂入りにあたる検証者に選出されている。ネットの声、競馬を始めた頃、東の藤沢、西の伊藤剛だった。立東トレセンの設備が充実し、関西馬が圧倒し始めた頃だった。眩しいくらい美しく強かった名メスたち、小馬長距離路線で長く活躍した馬たちも懐かしく思い出される。竹豊騎手を一流に育てた人の一人でもあると思ってます。お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南高校。